ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。どうぞおかけください。失礼いたします。皆様こんにちは。それでは、福岡大学附属若葉高等学校ダンス部の皆様が、第8回チアリーディング世界選手権大会のそれぞれの部門におきまして金、銀、銅メダルを受賞されましたので、その報告会を開催いたします。ご報告いただく前に、まず福岡市の出席者を紹介いたします。高島市長でございます。こんにちは。ようこそお越しくださいました。中園副市長でございます。こんにちは。こんにちは。堺教育長でございます。こんにちは。ありがとうございます。橋爪理事でございます。こんにちは。池田指導部長でございます。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。徳成教育支援部長でございます。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。私は教育支援課長の竹中といいます。よろしくお願いします。それでは、若葉高等学校松尾監督から、出席者の紹介と受賞の報告をお願いいたします。本日は貴重なご時間をいただきまして本当に感謝申し上げます。それでは後で、選手の紹介をさせていただきますが、まずは、報告をさせていただきます。先月21、22日にドイツ、ベルリンで、開催されました、第8回、チアリーディング世界選手権大会、日本代表で139名の代表団ができて、出場しました。その中の我々このメンバーはチアダンスという分野で、出場しました。結果はチアダンス、端の方におりますが、ダブルスシニアで金メダル、それから実際は団体になります、チアダンス団体で銀メダル、一番端におりますチアダンスダブルスジュニア、高校生ですが年齢的にまだジュニアということで判断されて銅メダルと、3チーム出しましたが全て金銀銅というメダルを獲得することができました。私たちは初めて、出場しまして、不安だらけの代表選手という感じでしたが、もう見事にこの結果を出すことができて、日本を代表し、福岡を代表して、しっかり、記録を出せたことに、本当誇りと喜びを感じています。ありがとうございました。それでは井出顧問から部員の紹介をさせていただきます。まずチアダンスダブルスシニア部門に出場いたしました。池田花代。はい。石橋かすみ。はい。続きましてチアダンス団体の部に出場いたしました。新井朝日。はい。石原莉子。はい。大串明子。はい。川崎めぐみ。はい。黒木綾乃。はい。末永真子。はい。中本よしえ。はい。野見ゆうき。はい。藤田葵。はい。吉原優香。はい。歌野楓。はい。権田奈々子。はい。佐藤珠希。はい。栗原愛理。はい。中本志保。はい。西優香。はい。結城愛。はい。ゆちかれん。はい。このメンバーに池田花代、そして、
石橋かすみ、はい、2人を加えたメンバーで参加いたしました。最後にチアダンスダブルスジュニア部門、亀槌龍希、はい、山崎野乃香、はい、以上の選手でございます。はい、ありがとうございました。どうぞお書きください。受賞の報告、部員の皆さんの紹介ありがとうございました。それでは、本大会のキャプテン藤田さんから部を代表して、受賞の感想をお願いいたします。はい、この度はこのような機会を設けてくださりありがとうございます。私たちは日本選手団の一員としてドイツ・ベルリン大会に出場し、金・銀・銅メダルを受賞いたしました。日本では感じることのできない歓声の中で踊ることができ、表彰式での日本国歌が流れた時はとても鳥肌が立ち、今でも忘れられません。このような経験をさせてくださった先生方や保護者の方に感謝して、これからも大きな目標に向かって頑張っていきたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞお書きください。それでは高島市長、お祝いの言葉をお願いいたします。はい、若葉高校ダンス部の皆さん、本当におめでとうございます。第8回のチアリーディングの世界選手権大会、ドイツ・ベルリンという、まあそのまあ、英語もなかなか通じない、そういう本当に行ったこともないという中に初出場して、そして金銀銅というですね、本当に全てのメダルを独占して帰ってきた。もう最初報告を聞いた時びっくりしました。それは多分松尾先生はとても怖いと思いますけれども、でもその松尾先生は本当にみんなのことを心配をして、実は、まあ、皆さんにはどう言ってたかわからないんですけれども、本当に気合い入れてですね、そして実は松尾先生とある時お会いをしたんですけれども、その時にもし金メダルを取ったら視聴表現に行きたいと、時間を取ってほしいということでお話をいただきました。当時は世界の大会という中で金メダルを取る、これはなかなか簡単にそれはできることではないわけで、でも先生の気迫に押されてですね、ああもちろんそんな素晴らしいことができたらもちろんお受けいたしますということをお話をしていたので、本当に皆さんが金だけではなくて金銀銅を全部持って帰ってきたというのはもう本当に驚きましたし、福岡のこの皆さんが日本代表として日の丸を背負って、そして世界の中で表彰されるっていうのは、これは皆さんは福岡の誇りであり日本の誇りなんです。みんなの夢なんです。きっと同世代のみんな、同じ福岡で頑張ってる仲間たちたくさんいます。そして同じように一生懸命汗をかいて怒られながら、みんなに支えてもらいながら練習頑張ってる。でも頂点に立てる人って一人しかいないわけですよね。このメダルをもらえる人は他にいないんです。多くの人はそのメダルをもらえずにそれぞれの国に帰っていくわけですから、そういう中で努力をしてもそれが実現をするかしないか、必ず実るとは限らない中で、皆さんは努力と、そして周りの支え、そして運も掴んでですね、見事頂点を勝ち取られたっていうのはものすごい、やっぱりこれからにおいても大きなことだというふうに思っています。一番になる人、一番の努力をしていない人は頂点に立てなくて悔しがる権利がないというふうに思いますので、きっと皆さんは誰よりも努力をしてきたというふうに思います。それはこれまで学校としての伝統、先輩方から受け継がれてきた伝統、そして監督、顧問の先生、そしてきっと休みの時とか遠征の時とかいろんなところで皆さんを支えてくださった保護者の皆さん方、多くの方の支えがなければこのダンスという競技を皆さんが世界の頂点に行くまで極めることっていうのはできなかったと思うんですね。多くの方のお力にまた感謝をしながら、ぜひまた皆さんとして
してのネクスト、次のステージにぜひ進んでいただきたいと思います。なぜなら皆さんは目標を掲げて、そして世界の頂点に立つという、本当に次のステージに行くということを実現をしたという、多くの人がやりたくてもできないことを努力と支えによって実現をしたという、ね、まさに皆さんの同世代のとの同級生の、ね、皆さんの中での皆さんの本当に夢、そして福岡で頑張れば間違いなくそれは日本に通じて世界に通じるというその勇気になるわけですから、ぜひ皆さんも今回世界が見えた、さあ次はどこを目指していくのか、これで終わることなくさらに高みを目指して、皆さんに感謝をしながらぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。本当に最近ホークスも連続で日本一になりました。アビスパも J1 に昇格をしました。五郎丸選手は福岡市出身です。そして若葉高校のダンス部は世界でナンバーワンのダンス部です。福岡市としてとっても誇りです。これからも皆さんのさらなる活躍に期待をいたします。報告に来ていただいてありがとうございます。そして本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。今から懇談の時間とさせていただきます。ただ短い時間でございますが、大会でのエピソード等をお話しいただければお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。何かありますか？ドイツ何チームぐらいで出たんですか？17カ国のフィニッシュは2000人以上としてましたね。そのチアダンスはそのもともと発祥的に言うとどこが強いんですか？ロシアが2連覇しています。あ、本当ロシアに勝った、嬉しいね。ほらチアリーディングの方になるとなんとなくこうアメリカとかのイメージがあるんですけど、チアダンスになるとロシア、まあ、最近では強かったっていう。今からという部分も含んでおります。そういう中でこう世界一になったってすごいことだと思うんですけど、何が良かったのかな。その うちのチームの強み。世界一の練習をしたんじゃないの、はい、私たち。はい、いや完璧な演技でしたね。技も本当日頃よりは技の練習が大変でしたけど。技が入ってますからね。あのね、松尾先生が完璧とか絶対言わんよね。松尾先生が完璧とか言わんよね。どんなこう厳しい練習だったのか、ちょっとエピソード教えてもらえますか？チアダンスを始めて3年目なのですが、ジャンプやターンなど規定があって、チアダンスには私たちは創作ダンスなので、そのようなことに挑戦したことのある人が少なくて、ジャンプを飛んだりしたり、軸を取ったり、そういう全員で揃えるということがとても難しかったです。それを揃えるためにどういうことをしたんですか？トランポリンを他の部活の子から借りて毎日飛んだり、繰り返し毎日何回も何回もやってみんなで揃えることを意識しました。なんか他に大変だったエピソードとかある人？何でもいいよ。
緊張が届けないのですけど。ドイツは日本語が通じないので、うん、当たり前やな。伝えたいことを相手に伝えるのが難しくて、うん、例えばどういうことをどうやって伝えたわけ？部屋の鍵が、うん、部屋の鍵が何？閉まってしまった時に、ああ、閉じ込めちゃったんだ。驚くかなんかで。そういう時どうやってどういう風にダンスで表現したの？インザルーム。キーが何？インザルーム。これ何？これ開かないっていうことを表したわけ。通じた？はい。やっぱさすが世界一の表現。他にはなんかエピソードあった？ドイツで面白いことあった？あ、情報ですけど、はい、あのチアリーディングの世界もオリンピックの種目に将来はなるということで、うん、これを極めるのはあのやりがいがあるなということと、2年に一度世界大会が開かれます、うん、2年後は東京というか群馬の方で日本で開催されますので、あ、そうですか。ますますちょっと力を入れようかなと。ということはそれに向かって多分ね、力がグッと入ってきて、日本全体がちょっとチアリーディングの方ですか？チアダンス、ダンスで、あ、リーディング、リーディング、リーディングでバッと上がって、それでさらに4年後、2022-2020ですからね、いいですよね、オリンピックに向けて。へー、ダンスももちろん含めてですね、チアリーディングというか、うん、楽しみがいい。会場の雰囲気どうやったってさ、海外のさ、同じぐらいの年齢の女子ってさ、ものすごく体でかくない？で、大人っぽいやろ。どんな感じ？ちょっと教えて。どうやったか教えて、その会場は。スタンディングオベーションだったり、歓声が、うん、あの海外の方は、ボーとか、うん、すごく盛り上がってました。日本のいわゆる大会の会場と雰囲気が全然違ったってこと？熱気が違いました。見る人もなんか盛り上がってるのかな。応援の人どんな感じで向こうしてたわけ？それにさ、でもさ、それはでもそう、来てる人たちはみんな別のチームを応援してるわけやから、だから私たちはそれにプレッシャーを感じなかった。うん、楽しんで踊れました。あ、じゃあ関係なく結構言うといい演技があったら盛り上げてくれる感じだったんだ。そう、ちょっとさっきのさ、あと日の丸が流れた時にこうちょっとブルブルっときたみたいな話があって、その話聞きたいけど、だって日本を代表してとかね、なかなかこれまでもなかったと思うけれども、それが流れた時どういうことを思ったの？今まで練習してきたことのことが頭に浮かんで、あの、部員はたくさん、あの22人以外にもいるので、その応援してくれた部員のことを思い出したり、応援してくれたお母さんたちやクラスの生徒やたくさんの応援してくださった方の顔が浮かびました。すごいよね、日本を背負ってってなかなかできないしね。外に出るからやっぱりね、逆にこう日本で中で応援してくれた人とか一緒に頑張った仲間のことをイメージできたんだよね。他になんか印象的なシーン残ってるとかある？まあ、もしくは別にあのこっち側に聞きたいことがあったらちょっとそれぞれ聞いてみると。みんないいのよ、聞いたばっかり答えてって。何？金メダルを取ったお二人を。おお、金の二人。金の二
2人教えて。ミドルってすごいよね。え、それ帰って誰に伝えた？まず保護者。え？保護者。保護者。え、例えばお父さんお母さんに伝えたときに、なんていうふうに答えるか。日の丸を見て国歌が流れたときは涙が出たと言っております。本当、私はどうでしたか。ダブルの方はシニアだったので自分たちの年ではなくて年上の方とかも出ていらしたので、すごい不安はあったのですが、その金メダルという賞をいただいたときは本当に嬉しかったです、うん、他の人たちの演技見てどうだった？待ってる間見てて、まずスタイルから向こうの方はすごい違って、うん、私たちで通用するのかなとすごく不安だったんですが、うん、私たちにできることというか今まで練習したことを出し切ろうと思い精一杯頑張りました。相手のその、スタイルというかね、体も多分大きいだろうし、なんか大人っぽい感じで、で私たちの強みはここだなっていうのは何だった？練習の中で、日本の 和の動きを入れたところがあったので、そこを見せたところと、あと他の外国の方に負けないようにキレのある動きを取り入れて取り込みました。そう、なんかさ、金メダル取った後周りの他の国の人とかから声かけられた？結構、良かったというふうに言っていただいて。金メダル取ったら次の目標は何？ネクストは何？大学に受験？自分がめったにできない経験をさせていただいたので、大学の方ではこのような経験を自分の中だけでなく他の人にも伝えていきたいと考えております。私は？はい。世界をドイツに行ってみて、日本だけじゃなく海外に行って、他の国のいいところや違いをたくさん見つけることができたので、大学に行っても将来もっと海外で活躍できるように頑張っていきたいと。いました。素晴らしい。もう2人のネクストぜひ実現してね、やっぱ教育長かわいい子には旅をさせようっていうのはねえ、やっぱりいろんな普段ない環境に出ていろいろ感じることもあったと思うし、今ね発表してくれた人以外もみんなそれぞれで感じたことをぜひこれから聞かせていただいて、ね、そして残りのまたね高校生活、そしてまた残りまだ部活できる人はね、そこをしっかり、頑張って、またこれまで以上に、まさに磨きをかけて頑張ってください。松尾先生は西内まりあちゃんとかね、もうめちゃくちゃ信頼されてて、もう絶大なる。やっぱり彼女も話してみたら、それは歌とかダンスだけではなくて、やっぱりものすごいやっぱりこうハート、根性とね、それとやっぱり感謝っていうのがものすごくあって。でだからこそ、彼女はバレエで頑張ってね、松尾先生の旦那様とに教えてもらってたんだけども、でもその、やっぱり何、これからきっと何のチャレンジをするにしても、やっぱりその部分、努力と負けるものかっていうね、そういうハートと、それと感謝、この2つって絶対共通して大事になると思うんで、これからも、一生懸命ね、また残りの高校生活、さらに高みを目指して頑張って思います。今日は本当にお越しいただきましてありがとうございます。それではですね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にですね、全員で記念写真を撮りたいと思いますので、それではお撮りいたします。どうぞ。もう一枚いきますね。少し寄れますか。思いっきり笑顔ですね。はい、得意やもん。前の
おじさんたちも負けないようにするところはもう、はい、では行きます。はい、それではお取りいたします。どうぞ、もう一枚いきますね。はい、ではお取りいたします。どうぞ。ポーズ。もう一枚最後いきますね。後ろの子少し背伸び